まず語りましたね。本当にお疲れ様でした。序盤、矢倉と雁木の戦いになりましたけども、昼休あたりで駒を使われる結果でしたけども、序盤の駒組みはどのような状態でしたでしょうか。そうですね、まあ、4八銀をちょっと保留して、場合によっては、まあ、5七や3七に繰り出すような感じで考えていて、まあ、本譜だと歩を突き捨てて3七銀でどうかなと思ってました。角を飛び出していって4四角から3三角成と、切り込んでいくという展開になりましたけど、そのあたりはいかがだったでしょうか。まあ三三角成から三五歩で、まあ勢いはいいかと思ったんですが、数手後に七五歩と突くところではあまり自信がなかったです。八七歩から反撃がありまして、両取り分けられた局面、このあたりの形勢判断はいかがだったでしょうか。いやでもよく分かってなかったですね。ちょっと。いやギリギリだと思ってました。まあ本譜はそうですね、自玉が一瞬、まあ、安全な形になればと思ったんですけど、ちょっとその前のあたりがこちらも怖い格好なんでよく分かってなかったです。銀交換して8六銀打った時とか、そのあたりは全然分かんなかったです。まあどうなんですかね。差しやすくなったなと思ったのはどのあたりだったでしょうか。そうですね、2二角から4四桂と打ってまあいい感じで攻めていければ良さそうかなと思いました。これで1勝1敗とリーグ1勝1敗となりましたけども、次局以降の抱負をお聞かせください。そうですね、まあ、一局一局のつもりで、まあ、次はちょっと期間が空きますけど、まあ、それに向けてしっかり準備したいと思います。はい、では豊島九段お疲れ様でした。お疲れ様でした。序盤、雁木組んで対雁木という形だったでしたけども、はい、休憩までの駒組みはいかがだったでしょうか。そうですね、まあ、本当にそうですね、まあ、難しい将棋なのかなと思いました。はい、先手から4四角から3三角成とされた局面の、そのあたりは、この手応え、形勢判断いかがだったでしょうか。6六銀とかわされた時にどう指すかが結構難しかったので、まあ本譜は薄くなる順なのでちょっとどうかなと思ったんですけど、そうですね、まあなんか4二角まで進めて結構先手の手が難しそうなんで、まあ難しいのかなと思ったんですけど、その時は8七歩から反撃されて、反撃に転じて角打ち込んで2回打っていって両手を打った順、そのあたりの手順はいかがだったでしょうか。まあ8七歩のところは別の手もあったかもしれないですけど、そうですね、まあでもなんか、そうですね、8六銀と打たれるか7六金打ちなのかもどちらを選ばれるかもちょっと分かってなかったので、まあ8七歩打ったんですけど、結局8六銀のところでちょっと思わしい順が浮かばなかったので、そうですね、なんか両取りかけて飛車取ってもあんまり、そうですね、なんか効いてない感じはしたので、ただなんか7五歩に6七銀と打っても6八銀ならずがなんか詰めろになってないのかなと思ったので、そうですね、まあ飛車取ってなんか三三歩成の局面はちょっと厳しいのかなと思いました。そのでちょっと厳しいかなという、そうですね、飛車取ってもだからあんまり効いてないんで、8六銀の時になんか別のなんかいい手があるかどうかなんですけど、ちょっと浮かばなかった
これで一勝1敗となりましたけども、次局以降の抱負をお聞かせください。あ、そうですね、まあ、また一局一局頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。